キョさんクッキーありがとうございますね。明日公演楽しみ。私は、ね、声出し再開後初公演です。ワクワク。そしてハンちゃんの生誕祭ですね。ワクワク。さっちゃんハッチャコありがとうございます。アサラッキさんお星様ありがとうございます。明日は日曜日か。こんばんは。歯磨きしないの？イーさん1ありがとうございます。キャリーだよ、こんばんは。あーるる。毎日歯磨きされてますよ。彼は就寝前、夜ですね、夜歯磨きをして寝てます。こんばんは。喉が渇いたな。もうお茶冷やしてないっけ。あ、お茶沸かさなきゃ。うん、うん、麦茶じゃない。うん、沸かしって歯磨きはね、歯磨きを噛みます。彼は口に入るものすべてが食べ物だと認識されておりますので噛みます。11周年のあーゴキちゃんのサインが入ったやつですか。ありがとうございます。大きいけどぜひ飾ってください。ガムもあるけど歯ブラシもあるし、ふきふき歯ブラシもある。ニコさんは3種類の歯ブラシを使い回してるんだろう。使い分けてる。明日の公演おお楽しみましょう。そしてハンちゃんのお祝いをしましょう。13歳。ん ?13歳 ?12 歳か。小学6年生だからね。12歳。キャー、お祝いしましょう。パパさん手紙ありがとうございます。タカさん雨ありがとうございます。ただの魚さん59ちゃん書いてありました。ありがとうございます。カズヤさんクッキーありがとうございます。ニコタンニコタンニコタンタンタン。ニコの尻尾、あー足舐めないで。お風呂入ってきたばっかりだから。うん。こんばんは。バッチさんハート100個ありがとうございます。明日は日曜日。早いね、1週間。なんか今週は4日間リハがあったから、4日間リハがあったからなんかなおさら早く感じた。リハ期間ってあっという間に1日が過ぎるんだよね。朝で起きて気づいたら夕方になってて、夜になってて、日付が変わっててっていう。うん、早かったですね。今週1週間はとっても早かったです。ふわふわふわと過ぎていった。ね、頭と体がよく頑張ってくれました。明日は昼しか公演がないので夜にしてか、うん、夜にします。生クリーム食べたよ。
生クリームミキサーでうわーってやって食べました。こんばんは。でも欲を言えば X シングスが食べたいところでは。でもまあね、私はこれから先ミスタードーナツに行く予定とサーティワンのクレープを食べる予定があるので、日は決まってないけど日は決まってないけど食べようっていう計画はあるので良いのです。こんばんは。さあ今日は髪の毛を乾かして明日の準備をして寝ましょう。皆様も明日も頑張りましょう。そう、甘いもの糖分を欲してます。頭を使うと糖分を欲します。あ、でもお米も好きだよ。お米も好きだし甘いものも好きだし。へえ、クレープの日とかあるんだ。サーティワン知らなかった。食べたことないんだよね。食べたことないから食べてみたい。こんばんは。チョコも食べるけど。最近はよくグミを持ち歩いてます。なんかラムネ味のグミにハマって、ラムネ味のグミを食べてます。カニ味噌さんクッキーありがとうございます。お茶沸かして寝よう。お茶が飲みたいからお茶を沸かして寝ましょう。私の寝るまでにやることリストに一つ追加されました。グミは最近食べてるのはハード系のグミ食べてる。噛み応えありありのやつですね。ゆうまさんクッキーありがとうございます。お茶を沸かして寝る。で、冷たいお茶が飲みたいから沸かしちゃうお茶に氷を入れたのいいですね。ヒモビロン、ヒモビロン、あの長いやつ、2色の2つの味のやつ。お茶飲んだら寝れなくなる。私お茶飲んだら全然寝ちゃうよ。ヒモみたいに伸びる。知らない。お茶飲んでも全然寝ちゃうよ。わかんないけど、飲むお茶によるのかな。どうだろう、私が普段カフェイン入ってないの飲んでんのかな。たまたまたまた。こんばんは。お茶を沸かして飲む、髪を乾かすは同時進行でできそうだね。これは多分同時進行でできるじゃん。それも明日の準備。ゆりだよ、こんばんは。今日は暖かかったね。明日も暖かいみたいですね。だから私は明日アウターを着ずにお家を出ようかなっていうという計画をしております。いけそうじゃない、アウター着ずに外出ちゃうっていう。だってめちゃめちゃ今日暖かかったし、明日ぐらいまで暖かいっていうのを耳にしたので。似顔り太郎さんありがとうございますね。アレスさんご自宅にありがとうございます。扇風機出した、それは早い。それはだいぶ早い。福岡市、明日の朝の気温はだって14とか7とか3とか8とかだよ。あったかいじゃんね。ああらあらあら、夕方から雨が降るかも。あ、でも 50% だからあんま降らないか。ずっと一人で喋ってる。
なんか明日まであったかいっていうのを耳にしたので、そう、雨なの？え、50% か、微妙だな。雨だって明日夕方。裸足にサンダル、あらあら、裸足に様、あらあら、結構早いです。まあでもサンダルは履くか。はるみさん、クッキーありがとうございます。うわー、そっか、微妙だね。ちょっと雨降るか、なんか雨降るか、なんか50ってなんか微妙だな。私の中では50は微妙なんですよ。60とかなったら傘だと思うんだけど、50、40、30は微妙なんだよね。でもアウターはいらないと思うな明日。アウターは着ない選択でいこうかな。ってなると何着ていこう、ってなると何着ていこうっていう問題が起きるんだよね。何着ていこうかな明日。トレーナーだね。トレーナーかパーカーだね。特に何もすることないのでね、リハをするぐらいなので、そんな服はね考えなくてもって感じ。そう、50が降るけど少ないじゃん。なんか少ないと別にいいかなと思うの。なんかうん、そんなになんかそんな危機感を持たないんですよ。50って書いてあってもよくないんだよね。お、じゃあちょっと先にランキングを読みたいと思います。13位、キョさん、ありがとうございます。12位、ナナミンちゃん、ありがとうございます。11位、ウゴゴさん、ありがとうございます。10位、ただのさかなさん、ありがとうございます。9位、青いたぬきさん、ありがとうございます。8位、さとみさん、ありがとうございます。7位、はるみさん、ありがとうございます。6位、ごちゃん、ありがとうございます。5位、しんじいちゃんさん、ありがとうございます。4位、たっちゃん、ありがとうございます。3位、ばうちさん、ありがとうございます。2位、パパさん、ありがとうございます。1位、たもちゃんさん、ありがとうございます。すいませんね、ちょっとギリギリになってしまったので、明日はゆっくりできるようにちょっと早めにするねー。皆さんもゆっくり休んでください。おやすみなさい。傘は持っていこうかな。あー、でもやだな、持っていかない。うん、いや、いい、傘持っていかないです。はい、うん。その代わり帽子持っていく。うん、だってちょっとだったら帽子かぶればなんとかなるよ、みんな。50程度なら持っていかない。うん。これで土砂降りだったらどんまーいっていう。その代わり帽子を持っていこうと思います。ちょっと降ってれば帽子をさかぶった方が、帽子をかぶれば雨なんて降ってないものじゃないですか。だって私たちは今長袖ですし、長袖長ズボンに帽子をかぶれば雨はどこにも当たらない。大丈夫大丈夫。あとまあね、ありがたいことにね、栄えてる福岡は地下街というものがあるので、皆さんはいいでしょう。